今日は第8回目ということになりますけれども、まあ、新メンバーの方にとっては第1回目ということで、よろしくお願いしたいと思います。ちょっとここで一旦今まで何してきたか簡単に振り返ってみたいと思いますので、スクリーンの方をご覧ください。8月6日と空間体感ゲームや間取りゲームなどということで寸法とか測ってですね、バスケットボールコートだとか教室などをちょっとテープで貼って大きさを測ってみたりしました。次は名古屋子ども村2009の開催とありますけれども、プレイイベントということで常に1回子どもの街イベントをやっています。約4時間ぐらいしか開かなかったんですけども、その短い時間の間に500人以上の子どもが参加しました。こちら10月4日に行いました名古屋子ども村で出てきた課題、良かったこと悪かったことをいろいろ付箋に書いて、貼ってもらいました。第3回目、ワークショップ街の成り立ちということで、名古屋の街の成り立ちを寺田先生と須田先生と2方にちょっとご講義をいただきました。第5回のワークショップですね、ここでは街のコンセプト、名古屋子どもシティ2010本番で名古屋の歴史を発見しよう、さあやってみよう僕らの街で。第6回のワークショップ、1月31日でした。ここでは、実際にどんな街の配置にしようかということ、ちょっと方向性を一旦決めておきたいということで、ここで話し合った街デザインゲームの内容をもとに次のワークショップ第7回です。8月8日丸8の日から15日間です。開催時間、先ほど申し上げました12時半から17時までと決まっています。子どもだけが入れる街ということで、大人は基本入れませんよというところも決まっています。子ども実行委員会のこのメンバーが73人になりました。皆さんが子どもの街をどうやってやっていくか話し合って決めていっていただきたいと思います。まだ決まってないこといっぱいあります。皆さんが決めてください。ファシリテーターという大人の人が皆さんの思いを実現するためにはどのようにしたらいいかということを一生懸命考えて、こうしたらどうですか、こんな方はどうですかということを会議の中で提案をさせてもらっています。青年サポーターの皆さん立ってください。頼りになる兄貴姉貴ですので、どうぞよろしくお願いします。重要なことをこういうふうにしたらどうかって決めていってくれている各班の班長さんがいます。執行部会議の皆さん立ってください。で、皆さんが一生懸命考えて楽しい街にしたいって考えてくれたことを一生懸命、実現できるようにみんなで支えていきますので、一緒に頑張りましょう。よろしくお願いします。僕たちの中では執行部会議っていう名前をしてますが、その会議で決まったことを簡単に、説明したいと思います。まずこの、子どもの街ですので、年齢制限をつけようということで、まず上は、高校生までとなりました。高校生以上の大人の方はどうするかというと、基本的に、街の中には入れないということになりました。ただ大人のお母さん方お父さん方でも見たい人がいると思うので、そういう人たちをガイドツアーとかという形で中に入れようかなという話も出ています。通貨はミャーというものをそのまま使うということに決まりました。これどんな商品作るのかなとか、このお店ってどういう職能というかやることがあるのかなみたいなことを考えるのを、まあ、前半戦にやって、で後半戦はもうちょっとこうグループとしての班としての決め事というかですね、考えてほしいことを話し合ってもらう時間ということになります。警察やりたい人、ここ2人いる。よっしゃ、警察。この隊の館やりたい人いる？いない。いないです。なんか他やりたいゲームとかある？何した敵はうち的にやりたいから、敵入れたいんだよ。これはなんとなくさ、違うお店でやるのに。はい。3メーターっていうのはこれの、これこの机が2つ並ぶと3メーター60になっちゃうから、手元の白紙にいろいろもうすでにブースだとか配置を考え始めてる人、お店の名前ちょっとどこかにメモしておいてください。後で分かるように、お願いします。どうかな、あ来たらすぐで受講し終わったら、まあ、渡す。これを子供村の中にお店の中身も考えてもらうと、お客さんが来る方が広く欲しい、ちょっと急げいい、まずポポちゃんある。3メーター、お元気さん。
顔を本当にね、いつを流すかとか、デザインその辺の検討もしなきゃいけないし、いや、それ多すぎるじゃないの。体制としては水があった方がいいんだよね。本物の水ってことで、本物の水それをどうにかして取ってきて銀行に入れないといけないんだよ。儲けの2分の1をもう税金として集める。儲けの2分の1か、こっからさ、まず名古屋子ども市に入る子にこれは説明しなきゃいけないだろうっていうところを抜いていこうか。ここからここの日ですよ、うん。まあ、ここもここもいい、ここもいい。さあ、じゃああと15秒まとめてください。じゃあどうですか、びっくりマークがあった方がいいと思う人。あ、OK。 まず1個目は真ん中をハートにする。で、2つ目はキャッチ方向が虫眼鏡を加える。その虫眼鏡の中にビッグマークを入れると。ほら、ほら、じゃあさ、店長さんどれぐらい働いてる？丸一日？あ、お城なのかな？お城、名古屋城みたいな。名古屋城みたいな。見えないようにするのかということと、店を雨の日はどうするか。残り6分を取り出して少しまとめてみてください。さっきのさ、大人のまでみたいに人数は分かるする。ハローワークがちゃんとこの人を紹介しましたみたいな証明できるカードみたいなのを持って、このあのお仕事できるその本当のお仕事の場所に行って、でその店長とか担当者にそれを渡して働く。街のルールをまとめたマークみたいなのを仕組み班の方から頼まれてみんなで考えたんですけど、それが一応形としてできて、次回みんなに発表します。定義になってます。